どうもお疲れ様です。それでは49週目がこれから始まります。12月4日から8日ですけども、これをねテクニカル的に解釈していきましょう。まあ長期目線の軸足をですねテクニカル的に見るのは多少無理があると思いますけども、まあそれでもねテクニカル的な解釈も込みで見ていくことができる部分はお話していこうと思います。で、49週目はね月曜日から仕掛けていって、OK だと思います。月火水木という形でテクニカルで勝負して、金曜日はね、朝とそして夜にちょっと材料が立て込んでますんで、どちらかというと慎重になった方がいいかなというところですよね。それではまず月足、月が変わり目を迎えましたんでね、11月から12月に変わってどうなったかってことを話していきましょう。11月はおそらくこちらの方の陰線が確定したところ、まあ、つまりね、やっぱり円高がもう、円安がもう終わったってところです。このヒゲ先で綺麗にテクニカル的に解釈するとなると、まあ、反転したってことですかね。まあ、でもこの月足ってのは概ね、ファンダメンタルに左右されますんで、要人の発言、まあ、つまり FRB の発言ですよね。アメリカの金利はもうこれ以上上げない方がいいぞと、落としていくぞっていうことで、アメリカの金利が、これからね、引き締められていくっていうこと、パウエルさんも発言されてましたけども、その方向に向かうのかなっていうところです。そして、相関図を見ても、この図を見てもですね、もう円安の方向には、これは舵を切れないところまで来てるのかなっていうことです。もちろん原理的には160円ぐらいまでは、日米のドルと円の総量でいくという計算は成り立ってるわけなんですけども、ただやっぱりね、まあ、どうしても貿易の関係ですとか、こういった金利の関係で、限界点っていうのは、理論上の160円よりも早く来るわけなんですよね。まあ、ですので今回は妥当なところなんじゃないかなと思います。特に、介入が入るわけもなく、自然にこのように変わっていくってことになりますね。まあ、ここから一つ推察できるのが、こう移動平均線ですよね。これは短期に特化した移動平均線なんで、話半分というかね、10分の1ぐらいで見てもらいたいんですけども、やっぱり移動平均線に触れると離れていって、乖離が大きくなると移動平均線に近づいていくっていう、まあ、ところがここでも見れなくはないのかなっていうところですね。まあ、長期にはあまり影響しない移動平均線なんですけども、まあ、今回は偶然の部分もありますけども、そのように反映されているところはあるかなってところです。まあ、繰り返しますけども、この移動平均線、5日8日13日なんで、あんまり長期にはね、依存してないわけなんですよ。まあ、ですんで、この動きがあるから長期でこうだよっていうふうにテクニカルで判断するのは難しいと思いますけども、ただね、通常の移動平均線でも、この現象は多少見られるかなっていうところでございます。はい。まあ、月足はこんなぐらいにしときましょうか。で、週足の判断になります。週足はですね、やっぱりこの、ヒゲ先に反応したところがテクニカル的に解釈するとなるとあるのかなってところを見ていただければと思います。ただ繰り返し申し上げますけども、どちらかというと要人発言の方がね、月足とか週足は優先しますんで、今回は要人発言によってもうアメリカの金利はこれ以上上げないよっていうところが明確になったところで、この陰線が形作られるというふうに見ることができるかなと思います。まあ、ですんでね、こうやってテクニカルで解釈するって言っても、月足とか週足っていうのはテクニカル的に言えることってね、実はあんまりないんですよね。ただやっぱりこのチャートと、その他の材料を組み合わせて考えていくっていうことの訓練だと思っていただければと思います。はい。徐々に、じゃあテクニカルが効いていく、そんな時間軸に変わっていきます。日足ですけども、テクニカル的にね、ちょっと言いにくいですね、テクニカルってね。テクニカル的に解釈すると、下落トレンドに入ったってことが言えます。先ほどの週足とか月足は、要人発言による影響だって言いましたけども、日足になってくるとね、テクニカルの要素も濃くなってきます。5対5から6対4ぐらい、場合によっては4対6ぐらいの割合で、テクニカルと材料が、日足っていうのは絡んできますけども、そうなるとね、テクニカル的にこれは下落に向かうっていうふうに解釈することもできるわけなんですよね。そして、日足に支配された4時間軸です。4時間軸は当然ですけども、これから下落に向かうと考えていいと思います。最終的に1時間軸ですけども、はっきりとパウエルさんの発言の効果が出て、そしてここからテクニカルの下落が始まるってことですよね。こちらの方を突き破って、49週目は下落の方向に向かうと。
つまり145円の方向に行くと、おおむねそんな形でね、見ていけばいいと思います。週間トレードで行くなら、まさにね、145円の方向に行くということで、セルで週間トレードをエントリーすることになるかなっていうところですね。はい、というところでね、材料から見ていく週間展望ですけども、まあ、こんな形になります。今まであれ、円高の方向に行くのか、それとも円高がそろそろ終わるのかなっていう、あ、逆ですね。すいません。なんか、よく間違えてますね、この言い方ね。もう一回言い直します。円安の方向に今まではずっと向かってました。あ、ちょうどですね、ロシアがウクライナに侵攻したあたりから、円安の動きっていうのはすごく加速したわけですよ。それから、軍事産業を中心としてアメリカの経済が盛り上がったりとかね、それにつれてアメリカの金利がどんどん上がっていくというところがありまして、相対的に円安が進んでいったわけですね。つまり、倍の方向にずっと進んでいきました。多分この2年間、倍でばっかり取れたと思うんですけども、今後は、大きく変わってくると思います。特に2024年に向かっては、セルで取れていくようになっていくんじゃないかなと思います。そして49週目、これから始まる週ですけども、セルで取っていく、そんな場面が増えると思います。48週目もね、セルで取れ始めたってところがありますので、その予感はしたと思いますけども、今後もテクニカル的にセルが優勢になっていくというふうに頭に入れといてください。それでは以上です。